ブッパータール交響楽団は、ドイツ西部のルトライン・ウェストファーン州、ブッパータール市に属するオーケストラ。ヒストリシェ・シュタット・ハレの内部ブッパータール、交響楽団の歴史は150年近くに及ぶ。創設初期の時代から、クララ・シューマン、ヨーゼフ・ヨアヒム、ヨハネス・ブラームス、マックス・ブルフといった巧妙な音楽家が、ソリストや指揮者としてこのオーケストラに登場した。 1900年にはリヒャルト・シュトラウスが客演。この頃からシュターツ・ハレを本拠地として活躍する。このホールは第二次世界大戦で焼け落ちたが、1995年12月に修復された。エイリヒクライバー、オットー・クレンペラーなどの偉大な指揮者たちもブッパータールで音楽的キャリアの第一歩を踏み出した。また、 世界教皇の時代にオーケストラを援助した音楽家の一人に地元エルバーフェルト出身のハンスクナッパーツブッシュがいる。後にはゲオル・クラティエン、フリッツ・レーマン、マルティン・シテファーニが式台に立った。22年間に及ぶハンス・マルティン・シュナイトの時代に続き1986年から1996年の間は音楽学者でもあるペーター・ギュルケがオーケストラを率いてきた。 一時的に任命された、シュテファン・クリーメからバトンを引き継ぎ、1998年から2004年までは、ジョージ・ハリソンがオーケストラのみならず、ブッパータール氏の音楽総監督を務めた。2004、2005年のシリーズからは、上岡俊之が新たにブッパータール氏の音楽総監督に就任。現在このブッパータール公共楽団とはオペラから、コンサート、バロック音楽から、 現代音楽に至るまで多岐にわたるレパートリーを誇っている。ドルトムントのコンチェルトハウスとケルンのフィルハーモニーに定期的に客演しているほか、ミュンヘン、パリ、ブロツワフ、トリノ、ローマなどをツアーで訪れている。ありがとうございます。